自分の好きなもんやよね。こんな感じがいいなっていう。最初に作っとってこの質感、ただ質感かっこいいなっていう、それだけかな。そう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 、いいなと思ったし、それが一番の正直なところかな。もともとだって野菜作りたかった人やもん、農業したくてね。そうそうそう、もともと農業したくて、今でもその気持ちは全然ついえてなくって、ものは作りたい人ではあるんやろうなと思うんやけど。でまあそうだね、いろいろ、うん、経験してきて器が性に合っとるんかもしれないっていうところかもしれない。人から受け入れられていいなって言われるもんができれば、それが自分のいいもんやし、別にこれといってそのなんてやる、ただこういうのは嫌っていうのはいっぱいあるし、そういうのにはならんようにとは思って作ってはおるかな。今の一番の売れ筋はこの白いパターン、この色合いの、これがメインの一番の売れ筋パターンで、それとかは本当にあのちょっと別枠というか、今で2年目ぐらいかな、それ作り始めて、ね、作ってみたら受け良かったし、じゃあちょっと行ってみようかなっていうので幅広げて、やっぱり人間向き不向きがあると思うんやけど、で向いてないもんは続かんし、向いとるものは続く。でたまたまでも自分作るのそこまで向いてないと思うんやって、こんなこと言うのもなんやけど、本当に作るの別に結構大変やし、うん、作るの決してめちゃくちゃ好きなことではないかもしれない。たまたま、全部全てたまたま、ね、器っていうのがなんかまあ合っとるんかもしれない。そのたまたまの中で生きとるだけの人、食と器とかって一緒なものなんやわ。生活っていう一つの分野で、そう、結局生きていく上で必要な、なくちゃならないものの一つである、あるなとは思っとって、そうやから、まあ自分の中ではすごくしっくりきとるかなっていう感じだよ。器は所詮器でしかないんやってな、言うても、やっぱり家族と夜ご飯を普通に食べて、寝る、起きる、以上の生活を繰り返していくことがやっぱり理想やから、器はそれのね、器は言うたらその家族の生活のそのツールにもなれるしね、そこにお邪魔できるっていうのは非常に、そこに自然に折れる器が理想の器やわ。なかなかすごいことやよ、人の家庭の中の食卓 の器を使ってもらうっていうのは、考えれば考えるほど贅沢な話や。人の生活にあるんやよ、やばいよねって思ってしまう時はある。もともと器作っとる人たちって別に芸術やと思って作っとるわけじゃないや、作らなければいけなかったから作っとったわけで、もう話はもっと昔になるけど、縄文人とか器を作らんとご飯食べれんかったわけですよ。で昔の陶工、朝鮮とかね、みんな陶工とかって別に芸術品作ろうと思って作ってたわけじゃない、生活のために器を作って焼いて
それで生活しとったわけじゃない。で使う方も別にそれを芸術品やと思って使うんじゃなくって日常品やと思って普通に使うわけですよ。一番やっぱりそのなんか民芸とか、はい、そのあたりがすごくその感じるものがあるんや。だから器作家っていうのはすごく思っとる。要するに技術もあるわけじゃないし学校も別に取るわけでもないし、なんか芸事をしとるわけではないなっていう思いは非常にあるかな。もっと身近にある普通の食器とかを作れたらいいなっていう感じです。